ケパイセン、行くぜ。了解宗介、セットソール、セット、レッツゴーオン。スーパー変形ドローンチェンジャー。はい、ということで本日もやってまいりました古原やしさ TV よ。はい、皆さんね、この衣装を着ているということは、そう、今回もですね、コラボでございます。そして、今日来てくれたのはこちらのお方、小川さんです。よろしくお願いします。どうも、こんばんは。古原やしさ TV、はい、ご覧の皆様、はじめましてですかね。多分ファンの人たちは絡んでないと思うんですけど、こう被ってないというね。でも今後よろしくお願いします。小川照明です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、もうめっちゃ嬉しいです。恥ずかしい。はい、で、まあ小川さんといったら、まあ皆さんね、もうご存知、まあ、カクレンジャーのね、まあレッド、サスケ、カクレッドじゃないんですよ、これ忍者レッドこれ多分割と間違える人多いと思うんですけども、忍者レッドのサスケ、そして銀河マンではね、ヒューガを演じた、小川照明さんなんですけれども、今回はですね、ちょっといろいろと聞かせていただきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。実は、会うの初めて。はい、そうだね、実は初めましてなんですけども、なんかいろんな場所でこうね、なんかこうコメントとかやり合ってるから、はい、すごい親しくしてるようなつもりだったんですけど、いや、僕もそうです。会ったら、あ、俺初めてだったありがとうございます。そうなんですよ。いやね、今回も本当、はい、小川さんがもうめちゃくちゃ優しくて、本当に僕がコメントとか、そう、ツイッターとかでのそのやり取りは、まあ、あったんですよ。実は初めて最初に喋ったのは、おそらくクラブハウスだと思います。はい、あの時か。おそらくあの時だった。ああ、なるほどね、はい、そうだ、ツイッターではだってコメントはやり取りしてるけどね、はい、会話をしてなかったもん。あ、そうなんです。それでなんか俺すごい仲いい気になったね。いやいや、僕も本当に仲良くさせていただいてて、もう嬉しいです、本当に。いや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 、その気でずっといてほしいです。ありがとうございます。それは、はい。で、その時に。疎遠にさせていただきます。いや、やめてください、やめてください、やめてください。だから僕、小川さんからフォロー来た時もめちゃくちゃ嬉しくて。いやいやいや。いや、もう本当にありがとうございます。とんでもないです。はい。では、小川さんといえばですね、まあ、話題にめちゃくちゃなってましたけれども、いやいやいや、もう、カクレンジャーは、まず5人で写った写真あったじゃないですか。ああ、はい。あれ、これ。なんだみたいなこれ何が始まるんだみたいな、やっぱみんなすごいワクワクしてたと思うんですけれども、いやいや、なんであの写真がそもそも撮ることになったのかっていうところをちょっと教えてほしいです。僕らのね、関わりでいうと東映さんなのにもかかわらず、つぶらや作品に関わることが最近多くなって、で、まずはそのネットフリックスのフル CG のアニメーション版の、はい、ウルトラマンという作品で、はい、僕がゾフィーとタロウの動きをモーションキャプチャーもらっているんですけど、そういうのがあって、で、そこから、実写もやられてるんですよね、はい、実写も、出たいななんて言ってたら、はい、今度はウルトラギャラクシーファイトという、はい、全世界同時配信のものの、はい、ワルの声をやってくださいとで、それがあったところで、実はその同時期に、その監督が坂本浩一監督という人なんですけど、はい、その方が、はい、お世話になってますな、ね、みんな世話になってるんですけど、はい、その、坂本浩一監督が、実は今、ケインでなんかある動画を撮ってる、お、まあ、僕らグループラインやってるんですけど、はいはい、そのグループラインでやり取りをしてたら、みんなそれぞれが関係あるところでちょっといろいろ、土田は土田で、はい、今やっているデッカ、はい、ウルトラマンデッカーっていうものの、マスコットキャラクターがいるんですけど、はい、その、羽次郎かな、はい、そのキャラクターの声をやってるんですよ。あ、そうなんですか。だからもうつぶらやついてるんですけど僕らとしては、でそれもあって、なんか、あそこで坂本さんとやるよみたいな話になって、はい、3人がやるってことになったから、まず会うってなってご飯食べたんだけど、はいはい、せっかくご飯食べたんだったら写真撮ろうかって言って写真撮って、はい、写真撮ったらみんなで一斉にあげとくみたいなことで、うわ、そうですよ、ちょっとジョークで、はい、まああげてみようかって言ったら、はい、思ったよりもバズり、いや、めちゃめちゃバズりましたね、あれ。ヤフーニュースさんまで取り上げていただいていや、すごかったですよ。めちゃくちゃ嬉しかったです。あれもうみんながあれ、これなんかあるなってやっぱ思いましたもんねみんなそれは30周年期待しちゃいますよこれ本当に。やばいやばい。気持ちとしてはですよ、絶対やってほしいです。まあそれは皆さんのこの声が上がって、はい、こうバンダイさんとか東映とかね、はい、こうやるべきじゃないってなってきたら、はい、やるかもしれないので、それは皆さんが、そうですよ皆さん声を上げましょう。でも本当にそうで、テンヤーズグランプリもみんなの声があったから僕たちできたっていうのもあったんで、ぜひ30周年カクレンジャー
やってほしいですよね、皆さんね。もうぜひ声を上げてどんどんこれ拡散してください。そもそも、はい、あのカクレンジャーになったのってあれはいつの何歳くらいの時なんですか？あれはね、25歳。25歳。はい。ってことは今何歳ですか？今、はい、秘密です。秘密。ちょっと遡ったら分かるんですけど、25歳、28年って言ってる。28だから、はい、53。いや、今54になります。4、はい、54ですよ、皆さん。いやいやいや、ぶっちゃけ僕の感想言っていいですか？はい。いや、僕その小川さんとコラボするっていう風になって、ちょっと昔のその動画をね、見させていただいたんですけれども、あの変わってるところって本当にバンダナつけてるかつけてないかくらいしかなくて、本当めちゃくちゃ若いですよ、正直。いやいやいや、もう必死ですからね。いや、全然変わんなくないですか、本当に。いっぱい変わってますけどね。変わりますか？俺はその高山さんだったんですけど、はい、高山さんと俺が体重も身長も一緒だったんです。へ、で、高山さんはカクレンジャーの時が、はい、このスーツアクターとしてテレビでやるの初だったので、はい、あ、そうなんですか？そうなんですよ。え、デビューがカクレンジャーなんだけど、主演としてやるのはね。え、あのミスター仮面ライダー高山さんですか？そうなんすごい。だからその時は本当に一緒に作ってたっていう感じで、もうだから、体型もキャラもなんとなくこう似ていて、だから僕はどうするって言って、ああこういうふうにやりたいんだけどって話をして一緒に作ってたみたいな。はい、え、年はどれくらい？年も同じなんです。あ、年も一緒なんですか？そうそう。すごいですね。すごいでしょ。そんな奇跡ありますか？そうなんです。すごい。これだからめちゃくちゃ一つになってやってた感じはあったんですよね。あ、そうなんですね。やっぱでもお互い話し合いますよね、そういうのね。そうそう、めちゃくちゃ話してて。なんか例えばこれ印象的に残ってることとかってありますか、エピソードとして？いや、もともとのキャラが猿だったので、はい、だから超猿で行こうよって、はい、もうキキっていうようなやつでやろうって言って、はい、最初2人で、はい、話し合って、はい、で、ポーズがなんとなくは決まってたから、はい、映像には残ってるんですけど、はい、1、2話だけこう変身してるんですよ、はい、そうでしたっけ。 猿としてこうやって、うん、で、最後に変身した後に、はい、キキって言ってるんですよ。あ、やってましたっけ？それ全然気づかなかった。1話2話だけね。あ、本当ですか？1、2話が一緒に撮るじゃないですか。はいはいはい。で、それをやった後にめっちゃ怒られて。あ、怒られたんですか？怒られたっていうほどもではないかもしれないけど、いやいや、ギャグじゃないんでみたいな。だからこれじゃなくなってこうになったんです。そういうことだったんですか？で、キキもなくなったんです。まあ、特撮って、はい、大河と、2つだけしかないと言われてる、その年間を通して、同じ番組があるっていうものとしてやってるんだけど、前の戦隊に対しての思い出がやっぱりあるんですよ、1年間やってるから。で、僕らなんか、大レンジャーってすごく、ね、熱いドラマがあって、はい、で、一番最後なんてみんなでこうなんか感動的に泣いて、やっと終わったぜみたいな感じの次に、俺らのすごいおちゃらけてアメコンみたいな感じでズババババーとか出たりするような感じで、しかも1、2話なんて俺らは変身できずに逃げてばっかりみたいな、はい、そうですよね。そんな感じだったんで、はい、お前らふざけすぎだろみたいな感じで怒られた。なんか才蔵とずっと逃げてましたもんね、最初ね。いや、本当にだから、いろんなところでおバカレッドみたいなの中で浦原君の名前は実はよく聞いてたの。あ、本当ですか？いるいるみたいな。真面目なんですけどね、真面目な熱血なだけなんですけれどもね。はい、素晴らしい。いや、そうなんですよ。でもそうやって考えたら忍者系の人たちって割とおバカな感じ多くないですか？ね、俺、あっぱれって呼んでるんですけれども、高春もね、忍者、そうね、赤忍者もそうですし、はいはいはい、忍者レッドもそうですし、なんか、ハリケーンレッド、まあ、バカではないけど、なんか、彼は人間がバカ。人間がバカ、人間がバカ、人間がバカ。あ、だから全員じゃもうおバカってことでいいですかね、これね、忍者系の。で、東映の忍者系はそうですよね。おバカっていうのは、はい、おバカって言っちゃうとちょっとなんかね、嫌な印象なんですけど、はいはい、純粋と思ってもらう。あ、そうです、ぜひそう思ってください。そう、そうすけもだから、はい、サスケもそうですよ、純粋なんですよ。子供心を忘れない純粋なレッドなんですね。そうですよ、ほんとそういうことでいきましょう、ほんとに。オーディションでなんか印象に残ってることとかありますか？専門学校とか、あとは養成所とかで結構教えることがあったり、はい、まあ、オーディションの審査員になることも多いんですけど、そういう時に結構言わせてもらってることなんですけど、はい、僕がその特撮とかそういうその、ね、作品のオーディションに受かった理由としては、一個だけ明確にこれは受かったなと思ったものがあったっていう、ね。何ですか、それ聞きたい。で、それは僕はやる気がありますとか、熱意は誰にも負けませんとかっていう人はいるんだけど、はい、
それって希望的観測でしかないんですよ。なるほど、おお、なるほど。実績、結果論でしか判断をしないんですよ、みんな、はいはい、だから結果を見せたいなと思って、僕何をしたかっていうと、奈良県が、今実家がある奈良県なんですけど、はいはい、東京から奈良まで走って帰ったんですよ。やばっ、夏休み、7月ぐらいに。え、10日間で走ってですか。え、10日間で600キロぐらいですね。うわ、きつ。1日60キロぐらい。やばっ。そうなんですよ、もう本当に大変で、その過酷な状況に自分から追いやったから、はい、もう本当にしんどくて辛かったんですけど、あの終わった後に家に着いたら、俺はやったなって思えたんですよ。うわすごい。俺はやればできる男だっていうのを自分で思ってあげられることができて、でそれでその冬にオーディション行った時に、いや、あの僕は、東京から奈良まで走って帰りました、うん、やればできる男です、うん、っていうことを言ったんですよね、はいはい、それは多分オーディションいる中ででもほぼ意地なんじゃないかなと思って、いないですね、そんな。それは確実に覚えられただろうな。僕ら最終選考、5次審査まであったんですけど、5次審査最終選考でレッド役が3人残ったんですよ。結構残りましたね。あとは2人ずつだったんですけど、レッド役だけ3人いて、で1人はもうザ・日本男児みたいな人で、もう1人はかっこいわゆるかっこいいっていう人だったんですね。で俺が間ぐらいだったんですけど、それが最終審査になった時にペラ1枚あのセリフのやつ紙をもらって、みんな並びでやらされるじゃないですか。一回も呼ばれなかったんですよ。うわ、マジですか。本当に一回も呼ばれなくて、え、これ何、こんなことあんのと思って、で、一回審査終わりましたんで、東映の本社だったんだけど、はい、その地下に、喫茶店があるんで、はい、皆さんそこでお待ちくださいっていうことになって、いや、俺もう絶対落ちたと思って、いや、落ちたって思いますね、それは。もうこれ最悪だと思ってたわけですよ、はいはい、そしたら、じゃあもう一回上に戻ってくださいって言って上に戻らされたら、ごめんなさい、もう一回やらせてくださいって言われて、その時は俺をいっぱい使ってもらってやったんです。ちょっと何があったんですか、ここのこの1回に。めっちゃ悩んだんだよ。うお、何があったんだこれ。で、後々にそれを聞いたら、その、脚本家の方でね、今亡くなった杉村翔さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その杉村さんが、小川さ、なんでお前受かったか分かるって言われて、はい、いや、分かんないですよ、なんでですかって聞いたら、一番らしくなかったんだよって言われて、らしくないってなんすかみたいな、はい、で、お前がなんか受かるわけないんだよ普通の、あの戦隊のオーディションの時だったらって言われて、でも今年はらしくないので行こうっていう趣旨だったからお前選ばれたんだよ。そんな理由なんすか。だからもうそれ最初はもうすごいそれが悔しくて、いやー、まあそうですよね。だから俺いわゆるレッドになろうと思ってすごい役作りを考えた、うん、はい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 。うわ、そんなことがあったんすか、うん、しかもね、運というか、あの良かったなと思うのは、実はケインはオーディションなくもうあの入るって決まってたんですよ。海外からもう日本に戻ってきて一発目にやるってなったんで、じゃあ、東映やりたいですって話になって、じゃあケイン入ろうよってなって、で当時は仮面ライダーやってなかったので、はい、ブルースワットっていわゆるメタルヒーロー系のものがやっていて、でブルースワットかカクレンジャーどっちがいいって話になって、はい、戦隊ものがやりたいって言って戦隊に入って、最初はケインがレッドをやる予定だったんです。そうなんすか。でも一切日本語喋れなかったんで、ああれでもたまに喋ってたじゃないですか、あのシーンの中とかで、あの中でやってるのは本当にもう片言なの。あ、片言ですけど日本語喋れない中で、じゃああの片言を覚えてたってことですか、セリフとして。もうだから台本にも、はい、マネージャーに全部アルファベットで書いてもらって、それをただ言ってただけ。そうなんですか。だからレッドはさすがに無理だろうってなってブラックになったんです。だから俺は入れたけど、ね、ケインがレッドだったらもうまず入ってない。めちゃくちゃやつもの設定もね、ジライア一族が途中でアメリカ行ってあれめちゃくちゃ面白いですよあれで、ね、だからしゃべなんかね、みんなあれでみたいな無理くりなね、めちゃくちゃ発音のいいヘルプミーですもんね。そうそうネイティブだですよね。あー、そう、面白い。いろんな生き方があるんで、いや、やばい、なんかもうちょっとこんなん話しても全然時間足りないですね。じゃあちょっとあの印象に、はい、その残ったシーンっていうのをちょっと言ってもらいたいんですけど、うん、僕から先に言っていいですか。はい、僕は20話のサスケがすごく泥臭くて、うん、なんか人間味もあるし、これその時知ったんですけど、これ GPS 機能ついてるんですね、これね。ドローンチェンジャーに、このドローンチェンジャーがあるから
これ自分の位置がバレるって言って変身道具を置いて子供と一緒に逃げるんですよ。で、なんならその子供がね、お兄ちゃんのせいで僕は今追われてるからどっか行けよみたいなやってめっちゃ嫌われるんですよ。だけどこれすごいのがその言った2分22秒後に子供はお兄ちゃんと一緒じゃないと逃げたくないって言うんですよ。これ2分22秒でサスケはこの子供を改心させるというか心変わりさせられる、その魅力を持ってるのがサスケなんです。実はあの頃が、はい、もしかすると一番その役作りというか、はい、役に対して、揉めてたりというかいろいろ動いてた時期なんですよ。だから、単純に言って一番最初の頃って子供に対して呼ぶときに坊主だったんですよ。ああ、確かにそうやって言われたら最初坊主って言ってて、その坊主っていうのはちょっとあのひどい言い方すぎるからって言って、うん、坊やになって僕に変わったんですよ。はいはいはい、でそうなったときに俺のキャラクターが僕ではないよ、この俺の作ってきたキャラクターに対して、うん、はい、その坊主じゃダメってなんでなるんだって、はい、あの熱いキャラクターとして作っていたら、はい、そんな人間が僕って言うかって言わないでしょみたいな、でその子の時に一番揉めてたと思うんですよ。なるほど、そうだったんですね。でそのなんかその思いみたいなのが全部多分、ね、うん、あそこにある、一番乗っかってんじゃないかなって思います。なるほど。でも結局やっぱりカクレンジャーの基本的なスタンスが無理があるってなって、実は25話で第一章完って終わったんですよ。え、そうなんですか。うん、僕らこれで普通1年じゃないですかみたいな感じで、半年ですよね、うん、もうその台本もらって、うん、第一章完って書いてあって、あれ僕らこれで終わりなのかなと思って、はいはいはい、そしたら第二章って始まったんです。第1章まではあまりにもふざけすぎてるからって、めっちゃそのいわゆる特撮が好きな人からするとありえないってなって、要するに第2章になってめちゃくちゃ真面目な話になったんですよ。あ、そうなんすか。でもそうすると今まで見てたその特撮好きではない人たちが、いやいやあのね、隠れちゃってのもっとねコミカルがないとみたいな形になって、若干また戻ったり真面目になったりっていう、多分そのねバランスがもしかしたらカクレンジャーは良かったんじゃないかなと思う。あ、そうなんですね。その小川さんの印象に残ったシーンをちょっと教えてください。そうです。いや、実は、まあ、2つあって、はい、14話15話ぐらいが、はい、確か主典童子っていうのが、はい、2人のね、あの酒飲みの、あ、そうそうそう、はい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 、あいつら強かったですね。ケインと僕だけが残って、はい、あと3人が捕まえられたっていうところで、はい、こうなんか追いかけていくっていうシーンが、まあ、ファンの人たちにとっても一番、まあ、思い入れが残ってるみたいな感じだなっていう。あのシーン熱かったですよね。なんか俺たちだけでケインさんに言うじゃないですか、今俺たちが捕まったらダメだっつって、うんうん、一回ここは姿勢を立て直してっていう、あそこ良かったですね。冷静な部分が残ってるんだなって。そうそう、あそこがね、うん、やっぱり一番あって、あとは今なんか東映ファンクラブの方で、はいはい、なぜかその今までのその何ていうんですか、戦隊もの特撮の、はいはい、名場面は何かっていうので最終選考でなぜかカクレンジャーが残っていて、え、そうなんですよ、びっくりして、それは三十何話、はい、僕らもびっくりして、はい、え、なんで残ってるみたいな感じなんだけど、はい、それは、また同じように、今度はケインすらいなくて、俺だけが、はい、残って、4人が捕まって、それを助けに行くみたいなのがあるんですけど、やっぱりそれがね、一番僕らの根幹みたいなところはあるのかな。で、一番ね、僕らが、自分たちでやっててもよかったなと思うのは、まあ、全然知らないと思うんですけど、はい、稲妻っていう、稲妻知らないですか、ね、はい、昭和にあった特撮ものがあるんだけど、はい、それがめちゃくちゃ売れたんですけど、青いヒーローですか。青いヒーロー、あー、なんか見たと、ちょっとシージェッターカイトにちょっと似てますか。あ、似てる似てる、あー、わかりました、はいはいはい、それがね、なぜ売れたかっていうと、稲妻になる前にサナギマンっていうのが一回あるんですよ。要するに中間変身みたいな、はいはいはい、二段変身なんですけど、はい、カクレンジャーは一回戦うシーンになると忍者装束になるんですよ。あ、そうですよね、なりますなりますなります、うん、だから生身で戦うっていうのが一回ちゃんとあるんですよ。そっか、あれが一番違ったのかなと思うんですよ。いや、なんかもうカクレンジャーの皆さん見てて動ける人多いなってめっちゃ思いました。小川さんもそうですし、ケインさんもそうですし、みんな皆さん動けるじゃないですか。いやいや、大変でしたけどね。
ケインが動かすぎちゃうんでね。ああ、そうですよね。でもケインといつもその、撮影している時にジャックさんの、はい、あのトランポリンとマットが置いてあるんですけど、はいはいはい、そこでリーダーやろうとかって言って、うん、トラマットでいつも全中で落っこちるみたいなことを一緒に練習してたんですよ、うん、いや一緒俺たちでやってることそうだったんですね。やっぱでもいいですよね、やりますよね、やっぱりね。だからあれがあるから僕はその、モーションキャプチャーに入った時の僕、モーションキャプチャーのデビューはバイオハザード4のレオン・ケネディっていうシーンなんですけど。レオンやったんですか。そうそう、それやらせてもらったんですよ。マジっすか。それでもミニトラで、はい、爆中をやって倒れる、はい、やられるみたいなとかをやらせてもらってるのは、はい、その特撮のおかげなんです。うわすごい、そこにも生きてるんですね、うん、うわすげえ。しかないんです。いやそうですよね。だって割とねやっぱその空き時間があるわけですよ、僕たちそのやってる時とか、それこそお昼休憩の時とかも結構長かったりとかして、そこにもうずっとトランポリンとマットが置いてありますもんね。あーそうやってたんですね、小川さんたちも。しかもそのバイオのレオンがそこから作られてるってめちゃくちゃすごいですね。熱い話ですね。じゃあちょっと失敗したその撮影秘話なんかありますか。まあ失敗したというか20話前後だと思うんですけど、はい、その頃にその、まあ姫がね、はい、鶴姫の役の子が、一回り下で13歳だったんですよ。見えない。当時ね僕はまだ若かったせいもあって、要するに、その彼女が、台本を持ってくるの忘れたとか、あ今回の台本まだ読んでないんだよねとかって言って、そのまま撮影所に来ちゃうわけですよ。で、何ケイン見してよとか言って、うん、今日の台本って何、今日の話ってどこなのみたいなこと言ってるから、ちょっと前もってやってこいよみたいな感じで僕はなってたわけ。やばい。作り込んでこないとさみたいな。その当時僕はすごいこう書き込む人だったんで、うわめっちゃ書き込んで、ここはこんなプランでやっていきたいみたいなことやってるのに、もうなんならあの真っさら、はい、あーなるほど、見た一回でも開いて見たみたいな感じの台本をいつも持ってきていて、で、おいおいと思っていたわけですよ。その変身する前に俺の長台詞があるところで、もうその前にそんなことになってるからもうイラ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 しててふざけんなよと思っていたら、自分が役に没頭できなくてそのセリフを噛んじゃったんですよ。そしたら、監督がさすがーって、そんなセリフも言えないなって言って、お前もう言わなくていいとか言って、それ姫お前がそれ姫とかって言われて、その場でですよ、もう収録やってる時に鶴姫にそのセリフを全部持っていかれて、で鶴姫はそれを一発 OK にするわけですよ。うわー悔しい、超悔しい。これちょっとだって、なんなら姫のせいでちょっとそうなってる自分があって、それで噛んだものを全部姫に持っていかれるみたいな。もう俺ははー、うわ悔しい。それもう悲しくてやりきれなくて。やっぱりその鶴姫のすごいところはやっぱ感性が鋭い、だから天才肌なんですよね、はい、で僕はどっちかっていうとちゃんと考えてしかできないので絶対追いつけないんですよ。だからそれが悔しくって、だから追いつくために何ができるみたいなことをずっと俺は考えてるみたいな。あれスカイシアターってありましたか。スカイシアターの前に、あった後楽園遊園地の、ジェットコースターから飛び降りです。そうそう、その時代ですか、はい、いいな、ジェットコースターから飛び降りたんですか。じゃあジェットコースターからは飛び降りてないけど、うん、ジェットコースターで立ち乗りはやった。あれなんか超なんか僕たちから夢じゃないですか、それレッドの夢じゃないですか、それ。うわやってた、いいなー。俺らまでそれは銀河マンで後楽園の野外劇場っていうのが終わったので、はい、そうなんだ。だから野外劇場の時は3000人入るって言われてたので、3000人、それを俺らは6回公演やったから1万8000人入ったんです。やば、日じゃないですね、僕たちの。だから、その入場者数記録っていうのはもう破られない。絶対破られないですけど、規模がちょっと違いますね、人数の。すごかったですよ。あの後楽園東京ドームのね、はい、あの、周り一周、その僕らのチケットを買うのでずっと並んでくる。うわーすごっ、めっちゃ調子乗ってましたよ。で僕はあのカクレンジャーで銀河マンで、銀河マンのもう一回追加公演みたいなので3ヶ月後僕は出てるんですよ。うわ、1回目は一番下段のとこから飛び降りて、はい、銀河マンに帰った時に中段から飛び降りたから、はい、次もう一回戻ってくるんだったら僕上段から飛び降りますねっていうことを約束して終わってたんですけど、はい、3回目帰ってきちゃいましたねみたいな話をして、どうしようやべってなって、最初はいやそれ危険だからやめろって、それは無理だよって言われたんだけど、やってみてもいないのに無理だって言わないでくれって言って、いや熱いのが出た、小川さんと新堀さんだったんですけど、はい、アクションカットだから練習1回させてくれって言って練習してみたら、
気をつけて飛べって言われたんですよ、うん、だからあやっていいんだねって言って、その3回目の公演の一番最終公演の時に上段から飛んだんですよ。すごっ。10メートルぐらい諦めないですよ。でもそういった意味ではね、やりたい、やりたがる、すごいですね。でもあと物おじしないですよね、素のやっぱ小川さんとかっていうのは。いや物おじはしますよ。します、するけど言うじゃないですか。そこで負け、ああ、まあ言うのはね、言うのは絶対言いますね。言わないで後悔はしたくない。いや、わかるわかるけど、なかなかそれやっぱできる日ないですから、それは。いや、それで言うと、はい、古原くんは、あ、僕ね、印象に残ってるのは、古原くんって、はい、トグレンジャーって、実は10レンジャーでボツになった、企画のキャラクターなんです。そうなんですか。ここちょっとかっこよく、後輪をちょっとロックさせて滑らせて止まってほしいんですよ、言われて。無理だろ、そんなこと。ったばっかって、無理だろ。しかも、ケインはもう、海外で、ウルトラマンパワードとか。あ、パワードの後ですかね。そう、パワードをその前の年にやって、僕らっていうのは、はい、ロードムービーにしたいからっていうので、はい、その戦隊始まって初めて基地を持たないようにしようってしたんですよ。あ、そうだった。で、その基地を持たないようにしようってなったんだけど、それが弊害が出て、基地っていうのはサスケの名字は先祖のサルトビだったのが正解なのかというふうな質問が来てるんですけれども、お願いします。スーパー変形ということで、お送りしたのはマッハ全開ゴーレット。マッハで行くぜ、またな。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。